ミシェル・ウジェー・ヌッシュブルールは、フランスの科学者。脂肪酸の研究で知られる。マルガリン酸の発見や、動物脂肪と、アルカリから作られる石鹸の製法の開発者とされる。102歳まで生き、晩年は、老年学の先駆者となった。フランス西部のアンジェの医者の家に生まれた。17歳頃、パリのルイ・ニコラ・ボークランの科学研究所に入り、後に、 パリ植物園の国立自然史博物館で、ボークランの助手を務めた。1813年に、リセシャルルマーニュの科学の教授となり、その後モブランオリの工場の名誉工場長として、染色の研究も行った。1826年に科学アカデミーの会員と、イギリス王立協会の外国人会員に選ばれ、1857年にコプリメダルを受賞した。 1830年にボークランの後を継いで、国立自然史博物館の科学の教授となり長く、その職を続けた。100歳に際しては名だある親子の取材を受け、その記事は、史上初のフォトインタビューとなった。生まれて間もなく、フランス革命に遭遇し、その100周年記念として、エッフェル塔の建設を目の当たりにすることとなった。 102歳になって人体の老化についての研究を始めたが、ほどなくパリで没した。100歳の頃のシュブルール科学の分野の業績には動物脂肪の研究があり、動物性脂肪や植物性脂肪の成分としてステアリンやオレインを発見し、さらにステアリン酸、オレイン酸、セタノールを分離し、命名した。これらの研究は、ろうそく製造業を進歩させた。 色彩の研究でも知られ、著書、色彩の同時対比の法則とこの法則に基づく配色についてにおいて、色彩を類似色の調和と対比の調和の二群に分類して、ポールシニャック、ジョルジュス・ーララの新昇派に大きな影響を与えた。ありがとうございます。